お疲れ、チャスラップです。今日はですね、新環境が始まりましたということで、こちら、はい、今シーズンね、やばいと思ってます。ダクネ強化、ヒーラー強化、そしてスケドラ強化であったり、大型がちょっと強いんじゃないかなといったところで、ちょっと早速ね、触ってみようと思います。ダクネは死亡時コウモリが1体つきました。で、ヒーラーは召喚時ヒールがあるんですよ。なんで、まあ、後ろからダクネとか、出して、そこでポイズンとか打たれてもヒーラー出して回復してあげれば延命できるみたいな。だからそういったことができる。スケラとかがね、今季ちょっと弱いんじゃないかなっていうイメージがね、ちょっとありますね。スケラ打たれます、ユニットで守る、ポイズン打たれてもヒーラーで回復してそのままカウンターっていうのができるんで、まあ、エリゴレもちょっと強そうだよねのエリゴレダクネヒーラーで暴れていこうかなと思います。まあ、でもヒーラーの、円がそんな小さくは、大きくはない、気持ち小さいんで、まあ、そんなバグみたいな強さかって言われると、まあ、そこまではいかないと思うんですけど、まあ、ヒーラー強化、ダグネ強化よエリゴレ使えって言われてるようなもんなんで、まあ、一旦いや、久しぶりに見るわこの絵を、この絵をね、はい、なんかイリババまで行きたい気も、あー、なんか微妙にね、守るっていう。で、ここのヒーラーの回復とか今までと変わんないっすよね。この絵は今まで通りっす、別にいや、でもダグネの死亡時、死んでないけど強い。はい、よし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 。まあ今シーズンはね、皆さん覚悟を決めた方がいいかもしれませんね守らないという覚悟か、キングを折られまくる受け止めないといけないですね、それを。はい、まああと調整されたので言うと、まあ、スケドラ強化とか、これにスケドラ入れてもちょっと良さそう。なんか、あ、この画面も変わってますね。豚がすげえ睨んでたイメージがあるんですけども、ロックなババがいる。あとはなんだっけ、あとなんだ、ポイズンとかの修正もなくなったんで、そこは変わんない。ベビドラも変わんない。あー、ゴブ小屋だ。俺の好きなゴブ小屋が壊れた時に3体から1体になっちゃった。まあ、使えないことはなさそうなんですけど、性能的には。なんか環境がめちゃくちゃ弱そう。だってこういうさ、気持ちゴリ押しめな、それこそゴレダクネとかが流行る中で、そんな中でよ、小屋で守れるかって話ですよね。回復したい。ヒーラー早く。これ豚を利用して、回復して。これダクネ死ぬとコウモリ出るんですけど、まあ、できるだけ死なない方がいい。あ、あ、この光景よ。で、全部フルマックスって、やばいな、ダックファイブ打たれたけどね。で、ここにユニットあれば、今一瞬ヒーラーがね、エリゴレを回復させたんですけど、まあ、エリゴレ HP マックスだったか。はい、だから、まあ、ヒーラー、どうだろうね、相手陣地では自由に回復させれないんで、こっちが狙ったタイミングでね。そこに関しては強くはなってないんですよ。だから自陣では強いって考えると、どうだね、エリゴレヒーラーはまあ多少増えるでしょうけど、それこそなんかゴレヒーラーとかの方が強いかもしんないね。後ろからライドラ、ベビドラとかでフェニックス、スケドラで守りながらのヒーラーつけてみたいな。エリゴレヒーラーもまあ強いでしょう。あー、なんか嫌だな。よいしょ、枯渇引きました。いや、でもこんなのもう本当に守らないっす覚悟決めねばなんですよ。これダクネからのあれでもよかったかもね。ダクネがちょっと HP 削られたところヒーラーで回復するみたいな。いや、でも、はい、もう私はね、1本2本なんなら3本、3負けちゃ負けなんですけど、はい、まあスケブがあるんで、ちょっとそれ用にね
うわ、めっちゃ言うと。これ用に撮ってました。いや、レイジこれが強いんですよね、一本で。スキルサイトで、こんにちは、エリババ。エリババの対応すると、キングが折れるんですよ、これ。実はね。いけいけ、よしはい、エリゴレ。エリゴレですよ。いや、久しぶりに使うけどな、エリゴレ。気持ちいいっすね。されたら別ですけども。いやー、まあ今のところだとね、なんだろうね、やっぱボムはでも強そうっすね、今シーズンボムタワー。前シーズン世界1位がマジアチャオールブレイカーだったんですけど、やっぱボム。そう、ゴレダクネ、エリゴレダクネの防衛、そしてまあそれ以外ホグであったり、ロイジャイジャイ、すべての、やっぱ防衛に優秀なんですよ、ボムタワーっていうのは。なんで、まあボムタワーオールブレイカーとか、まあボムタワー、まあホグ、ディガポイとか、まあボムでしょうね。あと、スケドラ強化は、俺は意外と、なんか、ラバスケドラとか、ゴレスケドラとか、エリゴレスケドラ、クローンスケドラとかも、これで、そう、回復できるんですよ。これちょっと、強そう。めっちゃレイジつけたいんですけど、ライドラもつけたかったんで、ちょっとやばいかな。うっ。頑張れ。頑張れ。ここの対決を、負けるとね、終わる。ヒーラーニラ PSP? うっ、にゃー、まあまあまあ、なんか相手のレベル低かったんで、なんとも言えないですけども、いや、これ多分ヒーラー、今までってエリゴレヒーラーだったんですけど、これエリゴレダクネでいいかもね。エリゴレダクネで、なんかこの辺で回復させたい。今のファイボとか打ってくれるとすげえありがたいですよね。さあ、ライドラ来る。まあこのヒーラーのね、登場ヒーラー無駄になっちゃうんですけども、まあまあですよね、そうなりそうですよね。そんな顔してましたよね。はい。いや、でもね、やっぱエリゴレもね、そのちょっと運ゲーやみたいなのありますけど、まあ実質そうなんですけど、やっぱ一回エリゴレダクネでレイジよ。エリゴレダクネレイジの初手芸で世界一を取った猛者がいるんですよ。本当に。その事実があることによって、やっぱ夢を見ちゃうっすよね。世界一フィニッシュが可能なんですよ、エリゴレで皆さん。使わないといけないよね、それはもう。だってワンチャン世界一位よ。エリゴレだとしても。世界一位の称号に変わりはないから、やっぱかっこいいっすよね。すごいっすよね。世界一位。エリゴレといえど、取れないっすもん。さあ、ゴブ小屋。ゴブ小屋解放されました、一応。真ん中あれなんか壊れた時にレイジ打ちつつ。あれもう全部無視です。見えない。左サイド今見えないっす、僕。何も見えてないっす、ちなみに。で、ちょっとエリゴレがダメージ受けたぐらいの、さあ、もう、何も見えない。早く、早く、押し切れ。押し切れ。エリゴレ追加ちょっとある。いやー、あのやりゴブなんか、遠距離から、憎たらしいな。いけ。さあ、ダクネが気づいたらいないんですけども。ダクネ以外がいっぱいいる。え、これさ、なんかスケキン、きつそうじゃね？4トスの悲しい顔してた、今。さあ、ヒーラーが無限にライドラを回復させる。あ、ダクネ、マズネクの位置、お上手。あ、でも、エリババが襲う。さあ、熟女好きなエリババね。さあ、さあ、ああ、マズネクと、ちょっと勘違いしたけど。これ、言っていいんじゃない？もう、止まんねえよ。で、このダクネを回復できるのもちょっと強い気がするんですよね。で、ここで山雨を打ちたい気持ちもあるんですけど、まあ、リージに、一旦チンパンしながら、ヒースピも添えてあげてね。いやー、簡単だなー、俺。エリゴレダクネヒーラー、リージヒースピ、これです。はい。まあ、できるだけね、呪文したいかもしんないんですけど、ユニットをね、足しまくった方がやっぱ強いですよね。はい。もう、これはね、
気持ちよく出すだけですよ僕は。あ、もう見えません、マジで見えない本当に。これがでも正解です。はい、でこれで削られたところを回復ピーン、まあ、したいだけなんですよ、まあ、これぐらいだったら打ってもいいかもしれない。よし、エリゴレおかわり。まあ、ダクでなんか死亡時1体言うてますけど、1体だったらなんかそんなそこまでの圧はないかもね。まだその場面に出くわしてないからかもしれないんですけど、えぐいな。やっぱ2体がね程よく厄介だった感はある。まあヒーラーのおかげでダクで今死んでないただやられてないのはあるんですけど、まあダクネヒーラーなんかヒーラー今回エリゴレに限らない性能になったかもしれないですね。自陣で回復できるんで、それこそ昔あったヒーラー神器デッキとか、まあ、ヒーラースキャラとかもあったの。まあ本当にエリゴレ、まあ、マレニゴレ専用みたいなとこあったけど、そうじゃない感、もちろんそこでもいいんですけど、ちょっと幅広く組み合わせとしてはなんかありそうですよ。あー臭いな。まあさすがにあれを守るかどうかなんですけど、一応守る。これタワーとか回復できね、できないんですよ。あ、でもうわー、その必須部分やばい。降りましたマジいい場で。あ、でこれかましちゃう。あ、でも三重視厄介ですね。まあ、それこそ、まあ、そんな都合よく回復できんのかって話ですけど、まあ、三重視ヒールとかも、三重視ヒーラー、まあ怪しいですね。あれだから呪文とか打ってくんなきゃいけないですからね。まあ、ポイメタにはだいぶなりそう、ヒーラー。あー、やばい、これこれこれ、ここでヒーラー早く、これ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 よ、これが強い。あ、まあちょっとですけどね、その回復量的なので言うと。でもあの回復あるからこそ今のダックプリの範囲とか、このヤダメでライドルが残ってるんで、やっぱそのミリでね、クラロはよくあるあるだと思うんですけど、あ、もうそのミリ残りでみたいな、そのミリ残りなければとかあるから勝てるっていうのがやっぱよくあると思うんですけど、本当ユニットが残るか残らないかのあの差って、で勝つか負けるかぐらいに響いてくるんで、やっぱあのミリの回復ね、いやちょっとヒーラー夢ありそうだな今シーズン。だいぶね事故が多くなっちゃうんじゃないかなっていう気もしてるけどね。ほぼ3くらいや。まあ、今ヤーメ型でやってるけど、全然トルネとかでも良さそうですけどね。しかも今バリューロワイルなんで、まあカンストとかしてない方とかゴールドね、今半額セールしてるからユニレベ上げまくった方がいい。まあサバーカ持ってる人とかもね、今の間にユニレベ上げまくってレベル15が来るんで、まあ10はなんかゴールドいらないみたいですけども、まあまあまあできるだけカンストさせた方がいいんでね、勝つためにはね。さあ、とりあえずエリゴレを持ってこよう。ヒーラーは後から、これ結構大事かも。なんでできるユニットからライドラ削られていいヒーラーで回復できるんだね。なんかロケオンあとしれっと調整入るみたいな話も聞いたんですけど、気のせいか。なんか打つまでの判断が、いや気のせいか、もしかしたらなんかロケホンも反映されたのかもしらない。さあちょっと嫌だな、あのインフェ、いやめっちゃロケホン食いんやんさあ、いやでも早くなった、っ難しい。さあエリゴレライドラでヒーラーもあるんで、これちょっといい流れですね。いやこれヤマメの方が良かったな。まあウィザードマゼネクマジアチとかに対してはヤマメの方がいいけど、
で、ヤナメレイジで処せるんですよね。あのなんだっけ、マザネクとかマジアチャはね。なんでまあトルネである理由もまあないっちゃない。さあまさかのヒーラーなし、ヒーラーなし、ちょっと夢を見させてくれ。エリゴレのパワーで、いや、え、折れんのかこれ。いやーロケコがちょっと強いね。強いけど900っすよあれ。どうしよう、これできるだけ許容したいっすね。あ、マジ見なかったことにしてほしいな。完璧だと思ったんですけど。さあまあレイジでいいんじゃね。ヒーラー届かねえし。あー、インフェ終わったっすねこれは。さすがにエリゴレ止まんねえよな。おい、ナイスプッチョー、しれっとよ。なんだかんだなんかエリゴレはやっぱ弱いって言われて、弱いって言われてたっていうか、まあ弱いか、あんま使用率も高くなかったんですけど、だからここ1年ぐらいかけてなんかそのプッチョの何攻撃速度が上がったりだとか、エリゴレ全体のかな、なんか攻撃速度上がったりぐらいかな。なんかでも地味になんか点々と強化が入ってたイメージがあるんですよね、エリゴレって。多分今シーズンのために蓄えられてたこいつは。耐えて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 2年の修行を経てね、こいつやばいっすよ。溜まってたもん全部今シーズンで爆発させようとしてるんで危険です。危険です。使われる際は気をつけた方がいい。もう使えばね、まあ、あんま関係ないんですけど、左サイド見えないんですけど、これ金ゴリ対決した時に多分ダックプリとかの方が早い気がするんで、一応そのライドラだけね。レイジはちょっと相手のユニット次第で、ユニット出てきたタイミングとかで打つと、あ、いやレイジさ、マジすぐ、いやこれさ頑張れないかな。いやなんか頑張れそうだね。いやめちゃくちゃ頑張れそう。いや覚悟を決める、これで折れなかったら負け。いや余裕だな、うい。いやそう、多分タワーに届いた際のダメージが壊れたんですよね。でも届かないよね結局みたいな感じで、まあ、そんな使用率上がんなかったんですけど、そう絶対ね強化されてた今シーズンのため。俺もう今シーズンエリゴレだけにしようかな。1ヶ月エリゴレ毎日投稿、何に需要があんねんって話か。いやエリゴレ、いやもうね、あでもこれさエリゴレで正面でいってヒーラーで回復でもよかったのか、別になんかそんな気もしたっすね。むず、守んないと負ける気もするんですけど、守っても負ける気がする。え、やばくねそれ。今さエリゴレ2体の間にいるヒーラーを引っ張っていくの。いやーこれちょっと予定外ですね。もっとこう残ってキングをね俺は削っときたかったんですけど、なんだあのトリトン、女好きだなマジで。誰かと一緒やんって言えねえ言えねえ。さあまあでも俺じゃねえっすよ。まあまあ逆サイ来るんですけど、エリババで守れる、このためのエリババみたいなのが。これさエリババを回復させるヒーラーとかもちょっとありなんですよね。いや召喚時ヒーラーむずむず、いやこれ止まんないっすよね。いやーマジでエリババだけのヒーラーだってさ、敵陣だからヒーラー回復うまいことできなかったら別に性能変わってないし、ダクでもヒーラーで回復させたら
死ななければコウモリも増えてないんで性能変わってないわけじゃないですか。今までのエリゴレなんですけど、やっぱなんか気持ち強くなったと錯覚しちゃうっすよね。強くはなってんすけど、実際その場面起きてなくてもエリゴレ強くねってなんか思い込んじゃうっすもんね。うわ、ダクネ欲しい。めっちゃダクネ欲しい。どうしよう、めっちゃダクネ欲しい。ちょっとガード回ししとこう。なんでやる、いやーゴブリンの金魚なんかむずいっすよね、あれ。あ、行きます。もうね、見ないです。ヒーラーで多少回復したいな。これゴリ押せるかね。あちゃくいデリ、まあ、ゴリ押したいっすよね。でここで、うわ、でもダクネ、これこれこれ、ダクネがいかれたけど、あの一匹のコウモリがねいい盾に。あれ、なんもおらん。まああれは守らない。いや、近畿で守れるか。いや、なんか結構守られた感あるんですけど、あの間で800まで削ってるんで、なんかエリコレって一発でタワー折れないとさ終わり感あるけど、意外と十分なのかな。これもさ、なんかヒーラーでうまいことなかったことにできないかな。いや、優秀。これこれこれ、これで削られるけどみたいな。あ、ヒーラーが前に行ってんの俺。さあ、この両サイズでね、エリコ頑張れ頑張れ、殴ってこい。よしよしよし。いや、でも多分このね、多少自陣で回復できるの強い気がするな。こういうのもクエイク打たれてちょっと削られたりするじゃないですか。全然削られてないんですけど。じゃあこれこれこれ、このダクネをフルマックスにしてあげる。ここでよし、こんにちはして、レイジで回してエリコン。いや、ヒーラーとヒースピータイム完璧。いやーいや、気持ちの問題もしかしてエリゴレって。いや、でもやっぱあのミリの回復よ、フリーズよりはちょっとダメージあるかなぐらいの回復量なんですけど。いや、でもエリゴレはね、ミリ残りでかつそういったデッキなんで、夢つかみます今シーズン。みんなでみんなでエリゴレパーティーだ。ということで、新環境みんなで暴れていきましょう。お疲れさんでした。またね。